どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。皆様の、おかげで、先日ですね、チャンネル登録者数、1000人をね達成することができました。いつも本当にありがとうございます。まあ、1000人って言ったら、皆さんね YouTube 始める方、一つの、目標にねする数字だと思うんですが、まあ、僕の、率直な感想を言わせてもらうと、僕にとっては、そんなに簡単ではなかったです。まあ、いろんなね、まあ、データを見ると、1000人そうですね、本当にね一つや二つの動画でポンと1000人上がる人もいます。1年経っても2年経っても1000人いかない人もいます。いろんなね、いろんな YouTuber の方がいると思うんで、こう一概には言えませんが、僕にとってはね、ちょっと特別な数字でした。なかなかいかないなっていう感覚でずっとやってました。僕は7ヶ月ぐらいかな、丸7ヶ月ぐらいかかったのかな、それぐらいで1000人達成することができました。まあ本当ね、これ僕一人のことじゃなくて、いつも見てくださってる皆さんがいないと成立しないんで、本当にね、僕なんかの話付き合っていただいて、いつも本当にありがとうございます。それから、まあ藤井風さんのねファンの方が、多分8割ぐらいだと思うんで、彼の発してるね音楽、彼の佇まい、それからの雰囲気ね、ムード、これを皆さんで共有できるチャンネルにできたらなと思います。それから、まあ、僕の、個人的なね発信、彼の発信から、まあ、ちょっと派生してってことはみたいな話をね僕よくすると思うんですが、少しでも皆さんのお役に立てるように僕もしっかり情報を仕入れて、彼の魅力もねお伝えつつ、僕の自分の伝えたいことも伝えつつ、そしてこの動画見た後に皆さんがいい気分になっていただいて、少しでもね明日への活力にしていただけたらなと思います。精一杯やっていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。じゃんじゃんね配信していきますので、お時間ある方はね、お付き合いいただけたらなと思います。それではチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。